西武、ついに補強？ゼネラルマネージャーを兼任する西武渡辺久信監督代行は、18日、まだ全然決まっていないけど、補強という話になってくるかもしれない、と語った。25の借金を抱えてパリーグ最下位のチームで特に深刻なのが、打線。直近4試合では、わずか1点しか挙げられていない。2軍で調整中の主力選手も、すぐに1軍復帰できる状況にない。渡辺監督代行は、5日に登録抹消され、18日に、イースタンリーグの楽天戦に DH で実戦復帰した、との先について、思ったより早かった、とした一方、1軍昇格については、100% で走れないし、まだ守っていない、と段階を踏ませる方針を示した。右足首痛のため5月8日に出場選手登録を外れた新助っ人アギラーはすでにランニングを再開したというが、右の足首がまだ5、6割、と説明した。アギラー・コルデロは、残念だけど戦力にはならないと思う。早いうちに、ホームランを打てる助っ人を獲得してほしい。来年に向けての準備は、今からでも全然早くはない。ライオンズファンが減らないうちに、早く戦力を整えて、すでに監督休養の手は、使ってしまった。西武のトレード候補はピッチャーになるだろうが、この状況で出してしまっていいものか。今はシーズン中なので、他球団のレギュラー準レギュラー野手は、まず獲得できない。それでも強行しようとすれば、足元見られるのは、目に見えている。最悪なのは、1.5 軍クラスの野手に飛びつき、貴重な強みを失うこと。それだけは、やめてもらいたい。現実的には、戦力過多で出番失った他球団の選手に狙いを定めるか、新規外国人を連れてくるかだろう。一気に好転する未来は、想像しにくいな。この逆境をチャンスと捉え、一気に台頭してくる選手がいれば、良いのだが、今年は最下位でいいと腹くくって、長期的に使える若手を我慢して育てるのも、ありなんじゃないかな。まあ現状のファームを見ると、じゃあ、腹くくって我慢して誰育てるの、と言われると、並行してしまう惨状なわけだが、現状育ってる若手がいないというのは、現場だけでなく、渡辺 GM 含む編成の、ここ数年のドラフト戦略の責任もある。今年は渡辺監督代行として、尻拭いをしてもらおう。